徳姫のその後、1579年築山事件後、五徳姫はどのように生きたのか。夫、信康が亡くなった後、岡崎に半年間いました。当時は夫が丸別すると、実家に戻る、再婚というパターンが多かった。五徳姫も娘二人を家康に託して、1580年実家に帰ります。そして今の、近江八幡市に移ります。2年後、父信長が本能寺の変で撃たれ、兄の織田信勝の保護を受けます。1584年、小牧長久手の戦。兄、信勝は家康と組む。勝っていたのに秀吉と和睦し、五徳姫は人質となります。1590年、小田原攻めの後、兄の部活が改易で、彼女は、お役御免となり、終わりに戻ります。1600年、関ヶ原の戦の後、清洲城主、松平忠義の世話になります。京都に移住し、1636年、帰らぬ人となりました。彼女は信康と結婚後、一度も再婚せず、一生を終えました。